はい、ですね、私の宮迫の弁護士宮迫の YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。いろいろと撮ってきてるんですけど、今日はまたゲストの弁護士を私の事務所にお迎えして撮っています。よろしくお願いします。で、今日はですね、この紹介 LGBT 企業法務っていうこの本がありまして、第一東京弁護士会司法研究委員会LGBT 研究部会編っていうことになってるんですけれども、この本の、中心編集者であり、執筆者でもある立石由佳先生に今日は来ていただきました。よろしくお願いしよろしまくおす。願いします。で、この本がですね、出たのが、実は、もう2021年なんですよね。もう2年前ですよね。早いですね。早いですよね。で、この2年前に、LGBT と企業法務っていうテーマでいろんな分野に関わる話を書いてて、かなりこれすごいと思います。本当に。で、この総論としては、例えばいろんなことが書いてあって、企業法務対応の必要性から始まり、で、LGBT の基本概念であるとかっていうことから始まって、各論としては、例えば企業が採用するときとか、人事異動の時とか、あと、社内でのカミングアウトをどうするとか、いろいろビジネスの問題とか、就業規則にどういうふうに反映するんだとか、そういうことであるとか、例えば、実際に企業における取り組み事例とかも、調査して、こう、展開されてるっていう本で、かなり、これ別に他にこういう本がないし、そうすですごね。いいいですよね。おすすめです。ね、ということで、この本を、中心執筆者でもある、立石由佳先生のお話を聞こうと思うんですけれども、今日は特に、LGBT 理解増進法という、理解が増進されるかどうか微妙な法律ができて、で、いろんな話が出てる中で、ちょっとそのトランスジェンダーの話、トランス女性ですね、MTF の女性とかの、いろんなことが言われてる中で、それってどういうふうに考えたらいいんだろうって思っている人もいると思うんで、そういう話をちょっとしたいなというふうに思っています。で、今日は別にそのトランスジェンダーの女性にちゃんと権利があるんだとか、シスジェンダーの女性にも権利があるのにそれが侵害されるんだとか、なんかそういう話じゃなくて、視点の提供っていうか、なんていうのかな、現状のいろんな話題に対して、私たち法律家が、これ別に法律家の総意でも何でもないですけど、ただこういう本を書いている、私も一応その共著者の一人でありまして、コラムとかも書かせてもらってるんですけど、で、そういうこういう本を書いた弁護士がどういうふうにこの世の中の流れとか、捉えてるのかっていうことを聞いていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。で、特にその理解増進法の議論の中で、トランスジェンダーの女性が女性用トイレを使用すると女性の安全が脅かされるみたいな話が結構聞かれるようになって、実際そういう議論がなされているんですけれども、なんでそういう話になるんだろうかみたいなことも、ちょっと話していければいいなっていうふうに思います。はい。で、まず、そうですね、じゃあ立石先生、はい。どうでしょうか。そう、こういう感じで始めましたが。あ、はい。改めまして、立石です。よはろい。しくおよ願ろいししくおま願す。いしまいつす。も美輪先生にお世話になっています。私こそお世話になってます。はい。で、今日はもうカメラオフっていうことで、カメラは私だけっていうふうにやらせてもらいます。お願いします。お願いします。はい。はい。トランスジェンダー女性はい。の、いろいろな言説が、はい。2021年の LGBT 理解増進法の議論が活発に、最初に活発になった時は、はい。まだネット上だけだったかなと思っているんですけれはど、い。今回は国会でのそう議です論ね。まで、このトランスジェンダー女性の権利を認めると、女性用トイレに侵入してきて悪いことをするのではないかとか、あるいはそういった変質者と見分けがつかないとか、そういう議論が聞かれるようになりまして、非常に憂慮しています。で、私はそのトランスジェンダーに対するそういった性暴力論をかぶせることは偏見と誤解であると
いうことは強く言い続けてきました。はい。でそれはですね、もちろんトランスジェンダー女性と女性用トイレの使用というのと性犯罪、性暴力は全く関係がありません。うん、でまたそれを発言すること自体が、まあ、偏見であり誤解であるということ。うん、でそれをちょっとここで繰り返すのはあれなので、はい、もしよろしければ私 の, ウェブの記事が、ウェブ日本評論というウェブサイトにトランスジェンダーと性暴力を切り離すという論考が載っているので、はい、まあ、これをご一読いただければなと思います、はい、これに関しては概要欄に貼っておくので、これをぜひ読んでいただきたいなと思います。ありがとうございます、はい、これは2021年に書いた記事なのですが、はい、この記事を書いた時よりも、うん、こういった議論が拡散されちゃったかなというふうに思っています、はい、で今日お話ししたいのは、はい、先ほど三輪先生もおっしゃった通り、まだ別の視点といいますか、うんうん、なぜ女性はトランスジェンダー女性を怖いと思ってしまうのかについて考えていきたいと思うんですね、はい、うんうん、でちょっと見方を変えまして、はい、じゃなぜトランスジェンダー男性の男性用トイレの使用は問題とならないのか、うんうん、そうですよね、逆は問題にならなくて そっちばっか問題になってますよね、うん、だから、うん、それはおそらく性別を変えること自体の批判はあまりないですね、うん、はいはい、性別を越境する人がいるっていうことは、うん、まあ、皆さんそれなりにも分かってきている、はい、だけどトランスジェンダー女性だけこういった話があるのは出てきてしまう、うんうん、やはり、まあ、男性は女性が怖くない、そうなんですよね、うん、多分、うん、女性は男性が怖い、はい、そういった、うん、そういった、まあ、実態が実際にあるということだと思うんですよね、はい、まあ、私なんかはトランスジェンダー女性と一緒に女性用トイレに入った時に、逆にもしトランスジェンダー女性は体格が良くて、はい、なんかこうそういうのネットで見たことがあるんですけど、はい、こう体格が良くて怖いみたいな、うんうんうん、だったらそういう人に変質者をやっつけてもらえるかもしれないなんて思ったりして、逆に心強いのではないかと、まあ、もちろん体格が、はい、大きい人が力を使うなんていうの、うん、こと自体は偏見ですけれども、うん、まあ、そういう考え方は全くされていなくて、うん、むしろ一緒に使いたくないということ、うん、それはやっぱり、まあ、一言で言うとジェンダーで、うん、まあ、男性が女性を抑圧する社会構造、はい、それが根強いということに尽きていると思います、うんうん、そうなんですよね。なんか私も本当そうだと思っていて、でやっぱこのなんていうのかな、すごく上かもしれないけれども、やっぱこの多くの女性がこう実感として知らない男の人ですよね、知らない男の人のことを怖いって思ってるっていう、そういう社会に生きてるんだぞっていうのは絶対受け止めなきゃいけないと思ってて、うんうん、ただそれとトランス女性の問題はちょっと違うぞとは思うんですけど、うん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 、ただ私怖いって言ってる人の気持ちも気持ちはわかるとは思いますね、うん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 、私も同じです、うん、結局男性が怖いんですよね。そう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 。でシスジェンダー女性対トランスジェンダー女性みたいになってますけど、実際はシスジェンダー女性とやっぱり一部の怖い男性なんですよ。そうなんですよね、うん、でしかもなんていうの、そもそも想定されてるのが、うん、だから自分は女だと言い張る男だから、うん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 、それってトランス女性じゃないんですよね。そうなんですよね、うん、そう、結局トランスジェンダー女性じゃなくて、まあ、その生物学的男性とか身体男性とか、うん、はいはい、なんかそういう風に言われて、結局男性としてカテゴライズされて怖いって言われているから、うんうんうん、まあ、結局そうなんですよね、うん、男性が怖いんだって、トランスジェンダー女性が怖いわけじゃないんですよ、うん、そうなんですよね、うん、そうだと思います、うんうん、まあ、そうすると、うん、じゃあシスジェンダー女性たちが勘違いしているから怖がらなければいいんですよっていうと、そういう話でもないと思うんですよ。じゃあないと思います、うん、はい、うんうん、やっぱりそれは、まあ、もちろん私はトランスジェンダー女性を怖がるっていうことはそれ自体がトランスジェンダーに対する差別的な目線であると思っているんですけれども、うん、それと同時に女性がそのように危険を感じてしまうのにも、うん、もう理由があると、はい、でもそれはもう本当に私が別に代弁するまでもないんですが、はい、女性だからという理由でいろいろな嫌な思いをして、うんうんうん、不快な思いをして、はい、満員電車は被害と隣り合わせで、はい、
で夜の街で不愉快な掛け声をかけられることありますよね、はい、うん、で家に帰っても安全じゃない方もいますよね。そうですそうです、本当それは特にこのコロナでより一層あらわになったなと思いますね。そう、うん、で別に全部の男性がとは言いませんけれども、うんうんうん、やはり多かれ少なかれ女性に何か負担とか、うん、あるいはもう自分が望んでいない制限をかけられているという人が多くて、はい、でさらにいくとそういった性被害とか、はい、性暴力とか、はい、もう職場や道を歩いているだけで怖い思いをしなければならないっていう、うん、この社会は何なんだろうっていう、うん、そこをまずこう見ていかないといけないんじゃないかと。本当そう思います。でそこの手当てをしないのにっていう気持ちがあるんじゃないかなっていうのは思うんですよね、うん、要するにあの多くの女性がやっぱ例えば性暴力の、統計とか見ても、まあ、圧倒的に女の人の方が被害に遭いやすいっていう、それもリアルな現実じゃないですか、うんうん、でそういう中でそこに対する手当てがないままに、うん、っていうようななんかその要するに女性の権利が対して保護されてる保護されてない社会なのに、うん、LGBT の権利なんですかみたいに、うんうん、そのなんか優劣の問題になっちゃってて、うんうん、でそこは多分私違うそこは違うと思ってて、うんうん、というのはやっぱり権利はどんな人にも等しくあるから、うん、だから本当は優劣の問題じゃないのに、うん、ずっと劣位に置かれてるがために、うん、自分たちばっかり劣位に置かれてるっていう気持ちがこうなんかのきっかけに出てきちゃうっていうのはあるのかなと思いますね、うんうん、おっしゃる通りだと思います。それなのに女性の用のスペースでさえ、うん、そのまあ括弧ですけど括弧男性に、うん、こうとシェアしなきゃいけないかのような、うん、こう煽られ方をした時に、そうですよね、うん、それはちょっとっていう気持ちになるのは不思議ではないと思う。そうですよね。で本当そうだと思うんですよね。だって私たちは例えばこういう本をね結構議論していろいろ書いてきたっていう経緯があるから、やっぱそこら辺は多分その一般の方と感覚多分もう違っちゃってると思うんですよね、うん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 、でもそのじゃあ違ってる感覚でお互いにベースを共有しないまま話してもしょうがないなと思ってもいて、うんうんうん、だからその少しずつでもいろんな人と、うんまずベースを共有したいなと思って今日は撮らせてもらってるんですよ、うん、あ、はい、はい、はい、うんうんうん、ちょっと問題提起をさせてもらって、はい、その怖いっていうその話なんですけど、うんうん、じゃあトランスジェンダー女性をそういう女性用のスペースから排除すれば女性たちは安全になるのかっていうと私はそれはそうではないと思うんですよね、はいはい、やっぱりそれはそう男性が女性にやってきたそういう暴力をなくさなければ、うん、このトランスジェンダー女性がっていう議論はなくならないと思うんですよね。そうやっぱりこれはその男性、まあ、本当ごめんなさいこの男性っていうのも全部の男性だとは思ってなくて、はいはい、私は権力的な、うん、そうそう権力的抑圧的男性って呼んでるんですけど、はいはいはい、なんていうんですか最近こう親父がみたいに言う言い方もあるけど、うんうん、結構親父って広いので、はい、素敵な親父さんもたくさんいるので、そうですよね、そう、ちょっと権力的抑圧的男性と呼ばせていただきますけど、うんうんうん、が、まあ、女性に負担を一方的に押し付けたり、うんはいまあ、権力的抑圧的な男性が女性だっていうだけに女性に何かこう望まないことをしたり、はい、そういうことをしてきたっていう、まあ、それは事実だと思うんですよね、はい、でそれはの誰かを排除して自分たちのスペースを守ろうっていうこのトランスジェンダーの議論とほぼ同じだと思うんですよ。これまで抑圧的に振る舞ってきた男性の振る舞いそのものを真似してしまったらジェンダー不平等は解消どころか一層強固になると思います。そういったジェンダー構造こそがシスジェンダー女性あるいはトランスジェンダーもう LGBT みんなジェンダー不平等のやはり、ねうん、苦しんできた人たちの真の敵なんですよね。そうなんですよね、うん、そのなんかそうですね本当おっしゃる通りでこう、抑圧的権力的な、まあ、一部の人ですよね。でその人たちはこのその構造が維持される方が、まあ、利得があるっていうふうに、まあ、
意識的にか無意識的にかわからないけど、そういうふうにやっぱ捉えてて、あるいはそのなんていうんですかね、例えばそれこそシス女性が、まあ、例えば私がですね、もっと権利主張するようになったら、よく言われるのがやっぱうるさいとか言われるんですよ。わかりますよね。そのなんか女のくせに生意気なとか、でなんか意味なくバカにされたりとか、すごいなんか私経験してきて、だから知らず知らずのうちにちょっと一歩ぐらい半歩ぐらいは私の中では一応引いて生きてきてるつもりなんですよ。わかります、わかりますよね。ね、で例えば私それメールの文言とかでもそれいつも思うんですけど、弁護士のメールのやり取りでもだいたいやっぱり女性の弁護士の方がすごくメール丁寧なんですよ。うん、でバーンってこう本当に要件だけパッパッパって書いてくるのは男の人の方が多くて、これ傾向ですけどね、うんうん、でもそれは普通に要件だけ書くようなメールの書き方してると男の人は何にも思われないのに、うん、女はきついって思われちゃうんですよ。でそれを学習して、うん、きついって思われることに何の得もないから、うんうんうん、でどん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 丁寧に丁寧にっていう風になるし、うんうん、私なんかその、うん、なんか男の人に指摘する時でもめっちゃ気遣いますもん、私なりに、うん、人から見たら気遣ってないように見えるらしいですけど、うん、一応気遣ってますからね。三輪先生すごい気遣いの人じゃないですか。いやかなり気使ってるんですけど、うん、でもそれってなんかこういう世の中だからですよって思ってます、はっきりと。あ、うん、あでもそうか、まあ、弁護士業界が社会全体とは思ってないけれども、うん、はい、三輪先生もこうやってかなり気を使ってるってことは、そうそうそう、いわんや一般社会の女性はもうおっしゃる通りです、うん、それは本当にそういうことだと思うんですよ、うんうんうん、であと一般企業の方とかでも、うんうん、そういうふうにいろんな気遣いがあるんだろうなって思ってて、だからそういう社会構造が一番の問題で、うんうん、一番私たちがそこに目を向けなきゃいけないんだけども、うん、なんかその今トランス女性がちょっとターゲットみたいになっていて、うん、それは私はちょっとなんか、うん、心苦しいっていうか、うん、なんかなんていうのかな、うん、なんか弁護士としては本当にこう目を向けなきゃいけない社会構造から目をそらされてるだけじゃないかぐらいに思っちゃったりもします、うんうん、はい、いや本当にそう思います。でその社会構造が悪いっていうことで、今のお話をちょっともしかしたらじゃあ男性が悪いみたいになってしまうのもあれ違って、それはそういうわけじゃないですよね。難しいですよね。私は権力的抑圧的な、特に男性は、はい、権力的抑圧的なことされてる人もすごく多いと思っていて、そうなんですよね、はいはい、わかります。でやっぱり男性社会の生きづらさもすごいじゃないですか、うん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 、圧もあるだろうし、はい、なんかすごくなんだろう、女性、まあ、ここあまり一般的な話はあまりできないかもしれないですけど、男性の方がやっぱり抱え込みやすくて孤独になりやすい気がしますよね、はいはい、だから権力的抑圧的な何かこう苦しさを抱えている男性が女性にとか弱い人にっていうのはすごくよくあることで、まあ、男性が男性にもあるし、まあ、女性が男性にもあるでしょうけれども、だからそういう社会構造自体がやはりいけないのであって、で私はこのトランスジェンダー女性のこういった差別や偏見っていうのは、うん、だから自分と地続きの問題だと思っていて、はいはい、で皆さんとも地続きだと思っているんですよね、うんうん、で女性の問題であり、でももう性に関わる人だから全員ですよね、うん、そうなんですよね、問題です、うん、でその女性がやっぱり特に性犯罪を恐れるわけですよね、その男性による、うん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 、でその男性による性犯罪もその性欲だみたいに思ってる人いるけど、うん、それも違うってよく言われてて、うんうん、支配欲だったり、それが、うん、支配欲が現れたものだったり、まあ、依存だったりするっていうような話があって、うんうん、でさっきの話とつながるんですけど、支配欲を満たそうとする人って、うん、支配されてる人だったりするわけじゃないですか、うん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 、だからそういう、うん、そのなんかなんていうのかな、その理念的には全ての人が平等で、うん、一人一人ちゃんと尊厳があるっていうのが本当、まあ理想っていうか、まあ建前なんだけれども、うん、どうしても社会の中で支配、うん、非支配の関係が生まれ
て、うん、そこで抑圧された人が、うん、より弱いものに対して、うん、まあ、暴力を振るったりするっていう、うん、まあ、構造があって、うん、で、あの多くの場合は、うん、どうしてもその女性が列に置かれてるっていう、うん、背景はあるとは思うんですよね、うん、それが絶対そうなんだっていう話ではないんだけども、うん、それがその女性の持つ怖さの背景にはあるのかなっていうことはなんかあると思いますよね、うんうん、そのトランスジェンダー女性が女性用トイレに入ってくるとシスジェンダー女性が危ないっていう人たちの、 その言い方がすごくその支配的だったり権力的抑圧的だなって思うことがすごくあって、はいはいはい、まあ、そういう人たちが、うん、まあ、そもそもこれまで女性の性被害だとかセクハラだとか DV、うん、そういうジェンダー不平等の問題に取り組んできた様子が見えない人が多い、まあ、そうですね、いらっしゃるかもしれないですけれども、はいはい、ちょっと必ずしもそうじゃないんじゃないかって、うん、なんかこう突然言い出しているような感じもして、うん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 、でもその言い方が本当にシスジェンダー女性を本当に守ろうと思っていらっしゃるのかもしれないけど、うん、その言い方、その圧がもう権力的、抑圧的、うん、はいはいはい、で、うん、もうこれはジェンダー不平等をもう解消しようってもし思っていらっしゃるのであれば、うん、こういう言い方ではないんじゃないかと思うこと多々ですね、はい、だからそこなんですよね。だからその女性スペースが大事だって思うんであれば、なんていうのかな、そのじゃあそのトランスを排除する以外の方法もどうしたんだろう、検討したのかなみたいなところありますよね、うんうん、なんかこんなにしつこくトランスジェンダー女性の話をになんかこう長く続けているこの時間の間に他にね、うん、なんだろう、本当に性暴力の防止のためにできることってたくさんあると思うんですけど、はい、うん、ちょっとそういう話はあんまり見えてこなかった。少なくとも LGBT 理解増進法の、あの国会の議論の中では見てこ、はい、見えちゃったりこなかった、ね、そうですよね。でも本当にあのなんていうのかな、実際に例えばその懸念されるようなことが起こったら、それは悪いのはそのなんていうのかな、トランスのふりをすれば女性用のスペースに入れるって思ってる、だってシス男性大体はそれ多分シス男性だと思うんですけど、うん、その人が悪いんだと思うんですよね、うん、やったみたいになって悪いことできるって思うんだったら、うん、それがもうめちゃめちゃ間違ってるじゃないですか、うん、で本当はみんなが安心安全に暮らせるようになりたいねって言ってる中で、うん、あ、やったら悪いことができるっていう風に発想すること自体がおかしいから、うん、その人はもうなんかそういう類型の実際、うん、まあそれって例えば住居侵入罪であったりとか、うん、そういう犯罪に該当しちゃうわけだから、うん、まあ、当然今もやっちゃいけないわけですよそれって、うん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 、だから実は今の法律でもそんなことやっちゃ、うん、違法だしアウトなんだけど、当然です。そこもちょっと伝わってないのかなって思ったりするんですよね。うん、もうその性暴力が許されなくて、あの厳重に罰せられるっていうことはもう当然のことでして、うん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 、でトランスジェンダー女性がまず LGBT 理解増進法によって女性用スペースに入れるっていうのも、うん、あの間違いですし、そうなんですよね。そんな風にはならない、うんうんうん、あのでトランスジェンダー女性の女性用施設の利用にどうすべきかっていうことについては、うん、あ、これもウェブ日本表で書いてるんですけれども、はいはい、あのやっぱりその次の段階の議論なんですよね、うん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 、だからそう権利を保障しようイコール女性用スペースに入れるっていう構造ではない、うん、ないんですよね、うんうんうん、こういうことを言うと、まあ、ちょっとなんかこう特定されたりするとあれですけれど もうすでに本当に多くの企業、大手企業から零細までトランスジェンダー女性の女性用トイレの利用は認められています、はい、だけど企業の方々はやはりその現場で実際に、うん、あのそこを回していらっしゃるから、うん、あの言えないんですよね。うちの会社にトランスジェンダー女性がいますって言っちゃうことになっちゃうんで、アウティングみたいになっちゃうから、うだからオープンにできないだけであって、うんうんうん、実際にはあの使っていらして、うん、でかつトラブルも起きていないし、はい、でそういったことが、まあまあ、出てこないのは仕方ないんですけれども、あまりにこう現実と違う議論が多いなっていう気がします、ね、そうなんですよね。だからあの企業って、うん、あの
いろんな対応してるんだけど、うん、それを言うことがかえって当事者のプライバシーを暴くみたいになっちゃうから言えないっていう構造がどうしてもあるから、だからすごいもどかしいですよね、うん、であと私これもそのじゃあ当事者が出てきて言えばいいっていう人いるかもしれないんですけど、うん、やっぱりねあのそれはやっぱり当事者は言えなくて普通だと思うんですよ。言えなくて普通です、うん、で、うん、それを言わせようとするのは、うん、私やっぱすごく間違ってるっていうか、うん、あのすごいなんていうのかな多数派の強者の理論で、うんうんね、お前言えみたいな、うん、でもやっぱりそうじゃないんだっていうところもあって、うん、でだからそういうその見えにくいじゃないですか、世の中にどれぐらいのトランスの方がいて、うん、実際に社会に暮らしてるんだけど、うん、それわざわざ言わないから分かんないみたいな、うん、それはもう L も G も B も T もみんなそうだと思うんですけど、うん、なんかそういうとこありますよね、うん、それに一つちょっとコメントをさせてもらおうとすれば、はい、やっぱ LGBT の中で T だけはカミングアウトって2種類あるんですよ、うんうんうん、カムアウトはまずまだあの性別移行をしていらっしゃらない方が、はいはい、実は例えば男性で暮らしているけれども心は女性ですっていうカミングアウトが一つ、うん、もう一つはすでに女性として生活をしていて、うん、実は体の一部はまだ男性のままなんですとか、うんうんうん、体は男性なんですっていう、うん、あの実はっていう、 もう社会的な性別がの移行が終わった後にするもの、うん、で後者って、うん、もうする必要がないんですよ。ないですね、絶対したくないんですよ、うん、トランスジェンダーとして生きたいんじゃなくて、うん、そのゲイっていうのはゲイとして生きたいっていう方も多いと思いますけど、トランスジェンダー、トランスジェンダーで生きたいというよりは、その自認する性別で生きたい、そう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 、女性として生きたい、うん、男性で生きたい、トランスジェンダー女性として生きたいわけじゃない方が多いと思うんですね。うんうんうん、だからこうだったらそういう事情を自分たちで説明すべきだっていうのは、うん、おっしゃる通り強者のようにですね。うん、そうだからそれはなんかなんていうのかな、カミングアウトを強制するっておかしいじゃないですか。うん、だからそれはなんかそれを強要できるって思ってるんだったら、うん、それはやっぱりすごく多数派に自分がいるんだっていうことだと思います、うん、いやでそんな人がいるんだったら言ってくれよとかって思う、うん、思ってしまうのは分かるんだけど、うん、そう思った時にちょっと一歩立ち止まって、うん、あ、そうか、そういうふうに思えるってことは自分は その脅威にさらされてないっていうことでもあるわけじゃないですか。なんかそこなんですよね、うん、なんか今のお話でまたちょっと思いついちゃったんですけど、うん、いいですか？どうぞどうぞ。あの、ごめんなさい、予定なかった話なんですけど、はいはい、全然大丈夫です。あの、性自認の話あったじゃないですか、はいはい、今回、性同一性か、ジェンダーアイデンティティかっていうふうになって、で、その時にやはり、こう、これまで男性であった人も、心が女性だって言いさえすれば、トランスジェンダー女性になれるかのような言い方がされてて、はいはい、まあ、それは、まあ、そもそも誤解で、はい、一応念のため言いますけれど、トランスジェンダー女性っていうのはその性別の違和感を感じてから非常に深く悩まれて、うん、治療に行く方もいれば行かない方もいて、うん、周りに言う方もいれば言わない方もいて、うん、で社会的にその性別を移行して男性が女性、女性が男性に行くとしてもいきなりそんな変わるわけじゃなくて、非常にいろいろな工夫や努力や時間をかけて移行されるっていうことがまあ、多いと思うんですよね、はい、なのでそういった心が女性だと言いさえすればというのは事実と違うっていうのは前提です、はい、で私がそこで常々思っていたんですが、うん、そうおっしゃっている男性あるいは女性、自分の性自認なんて自分、うん、じゃああなたの性自認はって、うん、トランスジェンダーだけじゃないじゃないですか、うん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 、シスジェンダーだって、はい、自分が男性だ女性だっていうのは、うん、自分の心で思ってること以外に証明できなくないですか、うん、そうなんですよね。全裸になってそう私は女性ですとか私は男性ですって証明するわけじゃないからね。そうです、そうです、はい、だからじゃあオタクが男性用トイレを使うときに自分の自認する性は男性だ、まあ、女性用トイレ使うときに自分の自認する性が女性だ、うん、それなんか証明してくださいっていう話のおかしさを、うん、なんかすごく私感じながら報道を見てたんですよね。あのすごいわかります。なんかすごいこれもなんか私自分の経験になっちゃうんですけど、小学生とか中学生の時にめちゃくちゃボーイッシュだったんですよ。で髪もめっちゃ短くしてて、でもう本当男の子とよく間違われてたんですね。で10歳11歳ぐらいの時に
普通に なんだろうな、なんか高速道路の、サービスエリアのトイレで並んでたら、男の子のトイレあっちだよって言われたんですよ。でそれはそういう経験何回かしてるんです。でもその時に私は結構衝撃を受けて、うん、あなんかここに来んなって言われてるし、うん、私が女ですって言ったけど、うん、それ信じてもらえてるかどうかも分かんないし、うん、でも当時から男の人のトイレに行くなんてめっちゃ怖いっていう思いもあったし、うんうんうん、なのに怖いとこに行けって言われてるのと同じなんですよ私にとっては、うんうんうん、だからすごい衝撃受けました。それぐらい人は見た目とかで判断、うん、決めつけてくるんだなっていう衝撃も、うんうん、もう小学生ぐらいの時から思ってて、うん、なんかおかしいなってずっと思ってました、うんうん、それで三輪先生は自分が女性だって、うんね、証明しようがないですね。それこそね、証明しようがないです、ねうん、裸を見せるわけにもいかないし、でもなんかだから相手がどう思ったかも分かんないですよね、うん、それで私が女ですって言ったけど、うん、信じてるかどうかも分かんないし、うん、ね。でもそれ成人の女性で女性をトイレ並んでて男性をトイレはこっちですって言われる人だっていなくはないですよね。そういうことなんです、そういうことなんです。だからでそういうふうになんとなく自分はここにいちゃいけない人間だっていう視線ってわかるから、うん、自分はちゃんとしたとこにいるって思ってるんだけど、周りの人はどうやらあの人はここにいるべき人間じゃないって思ってるって感じるんですよ、うん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 、でそういうふうに自分はここにいるべき人間じゃないって感じてる人間がおかしなことは、まあこれも一般論っていうか私の感想ですけどしない、うん、もっとおかしな人って思われちゃうからなんですよ、うん、だからそれもなんかそのなんていうのかな、すごくやっぱりその実際とは違う恐怖が語られてしまってる気もします。うん、はい、ちょっとした企業の相談でトランスジェンダーの当事者の方の振る舞いが嫌だ、それでうつ病が悪化したって言っている方がいらっしゃいました、うんはいはい、っていう企業の相談、うんうん、で企業どうする、トランスジェンダーの方を持つ、うん、それともシスジェンダーの方を持つみたいな、うん、に風な雰囲気で相談に来られたんですよ、うんうん、でもそうじゃない、うん、もしトランスジェンダーじゃなくて普通の、まあ、ちょっとここで性別言わないですけど、うん、男性あるいは女性だったら、あの人が気持ち悪いから私のうつ病悪化しましたって言って、その気持ち悪い振る舞いをしている人のせいにしますか、うん、トランスジェンダーだから言いやすくなってませんかっていうことを言ったら、あっていう感じで、うん、飲み込まれた方がいらっしゃいました。だからトランスジェンダーじゃなければ、例えば外見が男性に見えますけどとか、はい、うん、女性に見えますけど、非常に失礼ですよね、うん、でそれは本当にまさしくあれじゃないですか、前の新井秘書官が気持ち悪いって言った隣に、うんうんうん、そのこれトランスじゃないけど、うん、ゲイとかレズビアンとかが同性愛者がいたら、うん、気持ち悪いみたいなことをフレコだけど言っちゃったじゃないですか、うんうんうん、その感覚ですよね。だからそういう、うん、性的マイノリティに対しては気持ち悪いって言っていいんだっていうその発想が、うん、私すごい怖いと思ってて、うん、でなんかそれってじゃあ自分は気持ち悪いって全く思われないって思ってるんだって思っちゃって、あ要するになんかだから気持ち悪いを持ち出すのちょっと怖いになって思うんですね、うん、なんか気持ち悪いとしか形容しがたいことってあるのかもしれないが、すごいなんていうのかな、言ってもいいよ、言ってよくないこと、誰に対しても言っちゃダメなわけじゃないですか、うん、今の話って、うん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 、それをあるカテゴリーの人に対してだと言いやすくなってしまうのって、うん、それがまさしく偏見であったり差別だったりするんですよね、うん、それは本当にまさしく権力的抑圧的男性が女性にやってきたことですよ。そうなんですよ。それでね、これもすごいこれ悩み事なんですけど、なんかそういう自分もやっぱりなんかこう見えてっていうか、そういうこう抑圧にさらされて生きてきたっていう自覚があるから、その仕返しをしたい気持ちになっちゃうんですよ。
やり返したくなっちゃうんですよ、うん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 、そういう男性に対して、うん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 、でこれ本当にあの自戒ですよ、自戒の念を込めてなんですけど、はい、そういう権力的支配的な男性、まあ、男性じゃなくて実は女性も全然いるんですけど、うんうんうん、そういう人に仕返しをするときに、うん、結局同じやり方をしちゃって、うんうんうん、あそのやり方はダメだなって思うことが多々あります。いや本当私はねちょっとね仕返しまではできないタイプだけれど脳内でやってますね。でそれでなんか本当だから反省します。あ、まあ、だから私も脳内でですよ。脳内で、うん、そうだからあの実際にやる前にあのあ結局なんか自分がやられたことをやり返すみたいな、うん、なんていうのかな、物事をこう上下みたいなところで考えて、うん、どうやれば上に上がれるかみたいな、うん、そういう発想で物事捉えちゃってるけど、うん、それってやられたことをやられて嫌だったことを本当にもう一回やり直してるだけで、うん、やり返してるだけで、うん、なんかこう全然前には前進してないなって思うことがよくあります、うん、あとそういう権力的抑圧的な態度を相手に出してはばからない人は、うん、かわいそうだなって思う時もありますよね。まあそうなんですよね。それだけどれだけいろんな思いしてるんだろうなっていう、うんうん、こんなことをねパッとできちゃうって、うんうんうん、やっぱり健全な心ではないよなとかね、思いますよね。そうですよね、うん、だから本当そうですよね。なんか別に誰にとっても実は優しくないですよね。そうですでやっぱり女性とか、うん、トランスジェンダーとか、うんうんうん、セクシャルマイノリティ当事者が目の前に現れた時に、うん、普段のちゃんとなんだろう、こうきちんとかけてる鍵が突然パッと開いて、うん、そうなんですよね。言葉とか手とかが出てくるんですよ。多分そうなんですよね、うん、なんかそれってあの経験にもよる、多少はなんですけど経験によると思ってて、うん、なんかあの私がこの、 あの LGBT の問題っていうか、そういうと法律とかそういうことに関して結構早くから関心持ってたのは、うん、そうですよね、あのなんか多分周りにそういう当事者が多かったんだと思うんですよ。うん、その言ってくれる人がいた、結構若い時から。なるほど、話しやすいですもんね、先生。多分そうなんですよ。そうそれで話しやすいから話してもらってるけど、うん、でもそれ聞かないとわからないじゃないですか。うん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 、で聞いて初めて、あ、そうだったんだって気づくけど、うんうんうん、聞く前は全く知らなかったわけじゃないですか。うんうんうん、で、自分の目で見えてる景色は同じなのに、うん、それを聞いたことによって認識する世界が変わるわけですよ、急に。で、これって知ってるのと知らないのとで、本当に違うなと思って、世の中の見え方が。そうですね。で、そういうふうに聞いたら、あ、じゃあ例えば振り返るわけですよ。私が彼女にこれまでこう何気なく言ったあの一言はもしかしたら本当に最悪に傷つけてたかもしれないとか、うんうん、やっぱり思うわけですよ、うんうんうん、でなんかそういう経験を多分多少人より多いんだと思うんですよ、若い時から、うんうんうん、でも権力的な抑圧的な男性には言いにくいと思うんですよ。だから、ね、権力的抑圧的な男性はずっと視界に入ってこない。いや、そうですね。荒井所感も、うん、そういうこと言っちゃうのって周りにいないと思っていて、思ってるんだと思うんです。でも言いにくいだけなんだよってちょっと思っちゃって。うん、なるほどね。あなたには確かに、うん、きっとね、うん、私なんかよりもっと長い人生生きてらっしゃるから、うん、どう考えても周りにたくさんいるか、うん、いたかありますよ、ね、はずなのに、うん、それはあなたがもしそういうことをすらって言えるってことは、うん、あなたはそういうカミングアウトされにくい人だったのかもしれないよってちょっと思っちゃいました。確かにそうですね。だからその勝ち上がる人生って、うん、いろんなものをこう取りこぼしもありますよね。そうですね、ってすごい思いました。うん、だからね、なんかすごい難しいんだけど、そういうなんか一つ一つの経験とかがいろいろ組み合わさって、ただその女性が
怖いって思うのも、うん、もう本当膨大な経験が背景にあると思うんですよね。その女性が怖がるから、うん、トランスジェンダー女性の、まあ、権利保障が後退しても仕方がないみたいな言い方をする方々、うんうんうん、あの権力的抑圧的な人たちだと私今まですごく散々言ったんですけれど、うん、それは本当に弁護士業界でもそうだと思っていて、いやそうですね、うん、で弁護士だけじゃないかもしれないですけど、うん、弁護士業界でよく言われるのが玄関までの民主主義という言葉、うんうんうん、先生聞いたことありますか？ないです。玄関までの民主主義の民主主義っていうのは、うん、外では自由だ権利だって言ってるけど、うんうんうん、家に一歩入ると奥さんに育児家事全部みたいな。わかる。もちろんお互いの合意だったらいいんですよ、うん、やっぱり弁護士忙しいので男性と女性が役割分担をしてっていうのは合理的な生活スタイルだと思います。だけどそれを当然にとか一方が望んでないのにっていうのは違うと思うんですよね。うん、で、やっぱり権力的抑圧的な男性かどうかっていうのをやっぱ見るときに、うん、私はもう玄関までの民主主義の人はちょっと信頼できないなと思っていて、はい、その女性に、ね、一方的に何かを押し付けるっていうのは、まあ、これは性差別だと思うんですよね、うん、なので私はまあ有権者として一有権者として、まあ、そういうシスジェンダーがって言ってもこの人家ではどうかなっていうのは地続きの問題だと思っています。おっしゃる通りで、なんていうの、そういう問題意識を持つことすらしない人も参見されるとは正直思ってます。え、ここで弁護士会のエレベーターの話していいですか？はい、あ、いいですよ。何ですか何ですか？ハレーション起きますかね？え、全然私、うん、分かんないけど何ですか？いいですか？うん、いいですよ。弁護士会のエレベーターに乗ると、うん、あの私は女性じゃないですか、はい、まあ、女性なんです、はい、それで、まあ、女性、まあ、見るからに多分女性なんですよ、うんうん、すると、あの、まあ、割とベテランの男の男性、まあ、ベテランじゃなくてもがエレベーターに私が先に乗って後から乗ってこられると一番後ろに立ってボタンを押さないんですよ。はいはいはい、はい、で私が弁護士だと思ってない可能性もかなり高いんですけど、ありますよね、うん、あの何階ですかって私が聞いて、うん、何階ですってその方がおっしゃって私がボタンを押すっていうのをおそらくイメージしてらっしゃるんです、うんうん、もうあのここで私はおっしゃった方が楽なんですよ、うん、女性の生き方として。だけどこの根強いジェンダー不平等を一人一人が変えていかないと多分変わっていかないから、私みたいにあるいは三輪先生みたいに、まあ、ある意味社会的な力を持っている、うんうんうん、まあ、一部ですよね、本当に小さい力ですけど、うん、人ばかりじゃないから、そういう人たちが被害やセクハラや DV に遭わないようにするためには、うん、ここから変えなきゃいけないと思って決してボタンを押しません。えらい。私だからそれってその弁護士の集まりのお釈問題とかもないですか？あの今だいぶ違うんですよ、うん、全然違う、変わってきたなって思っててすごく。でもあの先生も私も気が近いけど、私たちが修習生ぐらいの時って全然ありましたよ、ね、全然。え、今お釈しないんですか？いや、わかんないんですけど、うん、最近のその弁護士会の、まあ、私たちのね、あの集まりはそういうのないけど、なんか、お釈、わかんないですけど、私がしないだけなのかな、なんかだいぶなくなってきたなって勝手に思ってたんですけど。あ、でもそれはいいことですよね。ですよね。いや、確かね、うん、とある都市部の、弁護士会ではそもそも飲み会自体がなくなったっていうのを聞いたことあります。それはそのセクハラの問題、うん、そうですよね、うん、あの別にあれこれ言いませんが、うん、やはり私たちが修習生の時とかは、うん、当然に男性修習生の方が多いから女性がいるスナックに連れてかれましたよね。あ、全然連れてかれましたし、そして結構楽しんでいた部分もあったけど、いや私全然それ楽しくて、うん、で、なんでもそれお店にもよると思うんですけど ね、 そ う、 ですね、そういうお店でも、うん、あの女性のお客さん大歓迎のとこと、うんうんうん、男の人についてくる限りで歓迎してくれるとこといろいろあるから、あ、そう、私は飲み屋は結構あのそういうなんていうの、本当だから微妙な違いだと思ってて、そこ見分けられるんですか？いや、あの行かないと分かんないです。だから、あ、行かないと分かんないんですね、うん、行かないと分かんないし、あの女の人一人でも歓迎の店だったら全然私はいいと思ってます。
要するにそのお姉さんがいるようなお店であったとしても、うん、その受け入れるときに男だから優遇してんじゃなくて、うん、どんなお客さんも同じように扱ってくれる店だったら OK っていうルールです、うん、なるほど。そこはあ、うん、なんかよくお姉さんがいるお店かどうかで分けるのが、うん、多分スタンダードだと思うんですけど、私が一人でも行ける店かどうかっていう基準でした。でもそれって、うん、お店選ぶの多分美輪先生じゃなくてですよね、はい、そう、美輪先生が一緒だからっていうことの配慮はあったんですか？ないないないなくて、うん、ただ単にそういうなんか京都でよく行ってたお店は、はい、全然別に女の人も歓迎されてたと思ってて、私だから一人で行ったりしてたけどな。でそれはでもね、なんか店単位説ですね。店単位説ですね、はい、お姉さん説じゃ、うん、お姉さん単位説じゃなくて、はい、あ、そうかそうかって思ってます。でもそれは美輪先生がきっと社会経験が豊富で見極められるから、まあ、うん、まあ、だからそこは難しいですよね、うん、本当に。で別にその店がたまたまそうなだけであって、うん、弁護士がよく行くそのお店がそうたまたまそうなだけっていう可能性があるから、うん、これちょっと一般化はもちろんできないんですけど、うん、だからそのなんていうのかな、あの要するに女性客が一人の客として見てもらえないお店だったらそれはまあ良くないなと思いますね、収集性連れてくるのに。難しいけど、うん、だから本当それ私たちが本当は悩むことじゃなくて、うん、お店をチョイスするベテランの弁護士が考えてほしいですよね。まあ、多分考えたらそういうところに連れていかないですよ、そもそも男性である女性である、まあ、個人的に行くのはいいですよ、はいはい、だけど一応最高裁から言われて、修習生を預かっていて、本当そうですね、うん、なんでこっちが考えなきゃいけないんだ。でも あとでもあれじゃなかったですか、そのなんか教官とかが男性だったりすると、男性教官ばっかじゃないけど、なんか なんとなく女の子が隣に座るみたいな雰囲気ありませんでした？ありましたよ、ありましたし、それは本当に自分を呪いますけど、うん、当たり前だと思ってました。あの頃はそうでしたよね、うん、でも私やっぱその遅かったじゃないですか、受かったのが。で、そうすると、うん、あのジェンダーの問題もあるんだけど、うん、エイジズム的なものもあって、要するに若い女の子がいいんですよ、うん、でだから私若くないっていう理由でめっちゃ面接されたと思うっていうか、自分で面接してきました。あ、はいはい若い子がいいんでしょみたいな感じでもうそれも全部スルーしたけど、うん、でもどう考えてもなんか、でもその頃からなんかちょっとおかしいなとは思ってはいましたけどね。でもそういう なんとなく慣習的なものありましたよね。うん、私はあの弁護士修習先の兄弁、はい、あの修習先の先生も兄弁的な先生もすごく仲良くさせてもらって、うんうんうん、仲いいからだけれども、やっぱり男2人の事務所だったので、はい、特に兄弁は割合そういうところがあったので、うんうん、結構ガンガン言ってたんですよ。それはおかしい発言です、うん、女性差別ですって、うん、ちょっとびっくりされるんですよ、うん、やっぱり私すごく地方で収集したんですけど、うん、はい、その地方で弁護士で男性に、うん、もうそういうこと言う人自体がいないんですよ、ないんですよね。だから逆に仲良くなったからよかったけど、うん、もう本当になんか驚かれてました、そんなこと言うの。なるほどな、うん、そうそう、だからなんか結局そのこれだけ最初トランスジェンダーの話で始まってもごめんなさい、いやいや違う違う、でもこれこそが美輪先生のマジックですね。いやいや違う、こうやってどんどん話が止まらなくなるんですよね。いやでもこうやってそのトランスジェンダーの話を始めたはずなのに、絶対結局ジェンダー構造の問題の話になることこそが本当なんか問題の本質な気はするんですよ。そうなんですよね、うん、だけどあまりその LGBT 理解増進法の議論ではそうはならなかったから、ね、どっちがどうなんだろうって思っちゃう。先生これね、性犯罪の発生場所ってどういうふうになってるかっていうこので客観的データの話聞いていいですか？はい、はい、うん、ですね、まず私はトランスジェンダー女性が怖いって言ってる、うん、その想定されるが現場が、はい、女性用トイレだったり、うん、こう女性用の公衆浴場、浴場、はい、はい、まあ、ね、女湯だったりっていうことなんですけれど、うん、まあ、そもそものデータとして、はい、こういった場所で性犯罪がすごく起きているっていうことは事実と違うんですよ、はい、例えば大阪府警察が毎年性犯罪が起こった場所のデータを、うんうんうん、
過去5年分ぐらい、はい、あのインターネットで公開してるんですけれども、はい、一番多いのは道路上。道路上なんだ。はい、で次が、共同住宅、はい、次が店舗です。ほう、でトイレっていう言葉も女湯っていう言葉も出てこないです。ほう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 。6位か7位ぐらいに都市公園っていうのはあるんですが、うんうんうん、でもすごく少ないですね。なのでそもそもこういった場所で性犯罪が起きているっていう実態自体が、まあまあ、ちょっとデータを見てくださいっていう感じがします、はい、うーん。それと、まあ、その性犯罪についての誤解っていうのはもう一つあると思っておりまして、はいはい、そもそもこういった場所での、性犯罪っていうのは、まあ、見知らぬ変質者がやってきて、はい、うんうんうん、突然っていうことを想定されていると思うのですが、はい、まあ、そもそも性犯罪っていうのは何らかの関係性を作ったり、はい、その関係性の中で加害をするっていうことが非常に多いです、はい、で知らない人から突然被害に遭うっていうのは少数であって、これは昔から言われている強姦神話の一つです、うんうん、そうですね。強姦神話っていうのは念のため解説しますと、まあ、そういうのイメージがあってだけで、うんうん、実際とは違う、こういった実際とは違う信念が、はい、性犯罪についての誤解を深めたり、うん、逆に性被害者が被害を認識しづらくしている、うん、あとは立証しづらくしている、はい、司法性犯罪の、刑事裁判でよく問題になっていることです、はい、で現にいる性犯罪の加害者はそれをよく知って利用していることも多いです、うん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 。なので、まあ、例えば、まあ、上司部下とか親族、はい、教育現場、はい、あと一度飲みに行ったことがあった人とか、うんうん、サークルの飲み会で知り合ったとか、こういう関係性の中で性暴力が起きているので、うん、性被害者は被害を認識できなかったり、うん、周りに相談することができないです。裁判例調査っていうのがありまして、例えば、はい、被害者18歳未満の、性犯罪の、刑事裁判の事件106件、この中で全く面識のない人からの性被害はたった2件、こういうのも法務省がホームページでアップしています、はい、なのでこういったトランスジェンダーの性暴力論っていうのは性犯罪についての誤解も、ね、広めているのではないかと思っています。これ私もその辺についてちょっとだいぶ前なんですけどコラム書いたことあるんで、それもまた概要欄に全部貼っておこうと思います。はい、読みたいです、はい、そうですよね。なんかな、本当に、なんだろう、なんか、やっぱり、もっと、なんか、身近じゃ なまだまだ多くの人にとっては、うん、この LGBT のこととかが身近じゃなかったんだなっていうのは、うん、ちょっと今年感じました。そうですね。はい、あとはやっぱり LGBT に比べてトランスジェンダーはもう人口が圧倒的に少ないです、はい、少ないですよね。 1% 切るって言われてますよね、うん、はい、なのでやはりそれは身近にいないと理解が広まらないのは仕方がないかなと思うけれども、うん、でも私も失敗すること多々ですが、うん、知らないからいいわけではもう全然なくって、ね、やっぱり想像力とやっぱり知ろうっていう、うん、態度は、うん、みんな持っているはずですから。そうですよね、そう思います。そうなんだよな。多分これを見てくれてる人は知ろうっていう気持ちはきっとあるんだと思います。そうでしょうね、多分、はい、はい、そうなんだよな、はい、いやでもなんかそうだから知らないことって知らないだけでも怖いですもんね。そうですね、実は、はい、私も最近今年に入って大失敗したことがあって、うんうん、同性愛者の、権利擁護の活動をしている団体の会議に出席していて、で私があまりエイズについて、うん、HIV 陽性の方々の理解を、はい、十分じゃなかったんですよ、うんうんうん、でそこですごく失言をしてしまって、うんうんうん、私はその時失言だって気づかなかったんですけど、うんうん、後で親しくしている人から教えていただいて、うんまあ、本当に反省をしまして、うん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 、で一応勉強もしまして、うんで私はこう性的マイノリティの仕事も多くやっているので、うんはい、こうなんだろう分かった気持ちになっていなかったかっていうのはすごい反省しました、うんうんうん、でもそういうふうになんか怖いですよね。なんかこうなんていうのかな、知れば知るほど逆に失言の機会も多くなりうることもあるというか、
まあ、そう、まあ、生きてる限り失敗はつきものなので、そうなんですよ、しょうがないのですが、うん、ただその調子に乗ってはいけないというか、うんうんうん、自戒しましたし、やはり別に性的マイノリティだけじゃなくて、うん、どういう属性の方であってもやっぱり個々のケースそれぞれだし、うん、相手がもし聞いて嫌な思いをしてしまったって分かったらすぐ謝ろうと思うし、うんうん、そうですよね、して教えていただきたいってやっぱり謙虚にお願いしないといけないですよね、うん、なんか私もこの前同じような失敗か分かんないですけど、すっごいめちゃくちゃ反省した件があって、ある、まあ、あるすごいクローズドの勉強会みたいな集まりの時に、そのいろんなね、こう社会の問題について勉強しようみたいな感じで、こうテーマをどうするかみたいなテーマを議論してた時に、なんかそもう私はもう頭の中がもうやっぱ女性問題っていうか、そのジェンダー不平等で当時はっていうか、この勉強会ではそれをするっていう自分で決めてたから、自分のテーマ、でもいろんな人が集まってるからいろんなテーマが持ち寄られて、でいや、なんか女性の問題も大事だけど障害者の問題も大事だよねって言われた時に一瞬カチンときちゃって、ですっごい反省しました。だからどんな人も同じ権利持ってて、でもそれが何らかの理由で、だって女性だって別に性も選べないし、まあ、障害とかも別に自分で選ぶとかじゃないから、うん、いろんな事情で、うん、いろんな人がその尊厳が守られてないことがあって、うん、いろんなみんな問題を持ってるのに、うん、自分の問題が一番だって思ってた、うん、自分の傲慢さにすごい気づいて、本当に反省して、うん、で、あ、なんか本当そういう態度を改めなきゃいけないなって思いました。うんうん、で、本当だからそういう思いもあって、いろんなテーマでやってるんですけど、うん、あ、そういうことだったんですね。はいはいはい、で、ただどんな問題でも終えるっていうわけじゃないから、うん、ただどの問題も等しく大事、うん、それはもう忘れちゃいけないなと思って、うん、ただその視聴でだから数じゃないと思ってるんですね、うん、視聴回数がやっぱ少ないものとかもあるんです、もちろん、うん、だけどそれは世の中の関心がそうなだけであって、うんうん、私の関心は数字に引っ張られちゃいけないっていうのはめっちゃ思ってます。あ、うん、なるほど。それは人の権利は多数決じゃ決められないから、おっしゃる通り、本当にそう思って、もう自戒を込めて、いろんな問題が世の中にある、おっしゃる通りです、うん、って思ってます、うんうん、いやー、だから どうですかね、そのなんかこれから何を変えていかなきゃいけないですかね。ちょっと思うのが、うん、私は実はあんまりテレビもインターネットもあまり見ないのですが、はいはい、このトランスジェンダー女性の問題があり、うん、ちょっと講演を依頼されたり、はいはい、そうですよね、そういうことが、はい、でこの問題って言われた時に、うん、なんかインターネットを見てくれって言われることもあるので、結構その予習のために見たりすることがあるんですが、はい、でそこで、うん、トランスジェンダー女性がこんなに叩かれているのは、まあ、すごくショックはショックなんですけど、うん、はいはい、それをトランスジェンダー女性に対してこう攻撃的な、うん、こう言辞を向ける人たちっていうのは、うん、多分自分たちも何か救われてないって思っているんじゃないか。で、この法律 LGBT 理解増進法によってこうなんだろう、救済され、うん、そうだ、うん、この人たちは救済されそうだ、私たちはこんなに大変なのに、うんうんうん、私たちはこんなに苦しいのに、うんうんうん、よくある公金問題、うんうん、はいはいはい、公金が入ってこう甘い蜜を吸う、うん、そのための利権でしょうみたいなのもよく見るんですよ、うんうん、これって、うん、あらゆる差別問題で今までもある、はい、障害者問題とか、うん、ブラック差別問題とか、はい、こういったものでも必ず出てくる議論で、はいはい、それは結構現れてると思っていて、自分たちがこんなに大変な思いをしているのに、人たちはだけがっていうような思い、で私はやっぱり格差の問題と貧困と機会が平等でないこと、
そういったことが、まあ、なかなか解決することは難しいかもしれないですけれども、まあ、そういった問題がある限り、うん、マイノリティに対する攻撃的な言動っていうのは、うん、やまないんじゃないかなって思いました。あのそれはでも私政治もあると思ってて、政治がそういうあの困ってる人を助けようとしてくれないから余計にそれをやったらもう他は無理なんでしょってもう思っちゃってるから、こう政治に対する信頼感がないから、うん、政治がどうにかしてくれるって思えないから、うん、何かがクローズアップされると、うん、何かが見捨てられるんだ、バーターとして、うんうんうん、っていうふうに思っちゃうのかなって思いますね。そうですよね、うん、やっぱり国会中継の映像なんか見るとみんなスーツの男性が多いじゃないですか、うんうん、女性もいますが、まあ、スーツですよね、はい、あれが駅前の光景だったら異様ですよね、うん、みんな同じような髪型、同じような服装して、だから私たちの代表だっていう実感はやっぱり薄いですよね。うん、私それあの国会議員の人に直接言ったことあります。あ、なんておっしゃってました。あの言われたことないから、あ、言われたことない、思ったことないって言ってました。だからなんかその写真よく上げてるけど、なんかすごい違和感感じますよって、そのあなたが上げてる写真に私は違和感毎度違和感、しかも なんかわかんないけど、まあおそらく男性な感じの人が多くて、なんかわかんないけど、なんかこうダークな感じの、なんかこういかつい感じの写真が多いから、なんかこうすごい、なんだろう、すごい違和感を持って私は毎回見てるし、うん、なんか本当に国民視線みたいなものは私はその写真からは読み取れないですって伝えたら、うそういうふうに言われたことがないから、うん、思ったこともありませんでしたって言ってました。思っていたけれども、みんなそうだから仕方がないと思ってましたじゃないんですね。うん、だからそういうもんだっていうことですかね。あの別に選挙制度を変えろっていうお話をしているわけじゃないんですが、はい、やはり人の前に立って、多くの人の前で街頭演説とかができる方、うん、はいはいはい、はばかりだとすると、うん、やっぱりそういうことがね、まあなでもまあね、うん、まあやっぱりそれはね、あの声なき声は届かないですね、うん、難しいですよね、うん、でもだからそういう意味では、あのね、なんかあの障害持った人が国会議員になったりとかしてる最近の動きは、ちょっとなんかそれはやっぱりいいのかなって私はちょっと思ったりしますね。なんか変化を感じて、はい、いいですよね。うん、うん、そうなんですよ。うん、何かあのちょっと法と司法に期待するものについてお伺いしていいですか？法と司法に期待するものですね。うん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 、やっぱりあの LGBT 理解増進法ができると、うん、もう訴訟が乱発されるって、はいはい、あのおっしゃった政治家がいらっしゃいましたけれど、うん、まあ、そもそももう法令や判例で、はい、もうすでに LGBT に対する差別は禁止されていて、そうですね、あの同性婚訴訟もそうですし、トランスジェンダーの権利についてももう司法裁判がかなり先行しているんですよね。はい、そうですよね。だから、ね、そうなんです。で、うん、LGBT 理解増進法で、うん、そもそもこれを根拠に訴訟することはもうできないですけれど、うん、まあ、そこも誤解があるということは指摘しつつ、かつもうすでに司法の方が進んでいますというところで、うん、はい、やっぱり私たち頑張らないといけないですよね。うんうん、でもやっぱかつて女性の権利もそうだったと思うんです。はい、昔はあの企業で働いていても女性だけ30歳で定年とか、ね、昔はそうだったんですよね。そうです、そうです。でそれがさらに、女性の定年が男性と違うことで、ね、訴えて、そうです、絶対みんな勉強する判例ですけど、それとかもあれでも10年以上多分戦ってましたよね。そうです、そうです。だから今思うとえって思うようなことも当時は当たり前だったから、うん、そういうのもまあ、これをねやってこられた原告の方と弁護士は大変だったと思いますが、うんうんうん、やはり一つ一つ裁判で勝ち取ってきたんですよね。実はそうなんですよね。そうなんです。だから国会が向き合ってくれなくても、うん、私たちにはまだ司法があると信じて、うん、私たちが頑張らないといけないと思っています。いや本当そうだよな、うんうん、だから実はそうそうそう、なんか裁判報道がなんか多分難しいんだと思うんですけど、なんかでありとあらゆる裁判が報道されてるわけでもないじゃないですか、
だからまあそういう意味でもなかなかその司法での判断が世の中に伝わるっていうのが難しいなっていうのもありますよね。そうですね、あの名誉毀損の裁判今すごい増えているじゃないですか、はいはいはい、インターネット上の、ね、はい、多分これも皆さんがもっと知るようになればそういった書き込みも収まると思うんですよね。かなり金額高いですよ、慰謝料の、はいはい、知ってます、でもう、うん、で本当にバンバン出ていて、うん、でもこれが知らされてないんじゃないかなって思います、ね、そうですよね、ね、あのそのね、開示請求も少しずつちょっと法律ハードルも下がってきてるから、やりやすくなってますよね。そうです、だから、うん、匿名だからといって、はい、誰に何を言ってもいいんだっていう時代はもう終焉を迎えてきましたね、うん、そうですね、本当そうですね、うん、相手が芸能人であっても、うん、相手が、ね、国会議員であっても、うん、相手がマイノリティであっても、うん、その人に言葉の暴力をすることはもう、うん、ということです、うん、そうですね、はい、本当そうですよね。なんかちょっとすごい急激にまとめたっちゃったんですけど、どうですか、なんか先生喋り足りないことありますか。あ、いい、なんか逆に、うん、ずいぶん話が逸れてしまって、いや、すいません私が話をどんどん逸れていった方向になっちゃったんですけど、でもなんかその なんだろうな、やっぱりそう本当難しいのはあの近くにいても認識してないっていう、で認識しなくてもだからうまく実は言ってんだよっていうことでもあるじゃないですか、うん、あ、そうですね、そう、だからその辺がなんかこうやっぱり少数者だからじゃないですか。そうなんですよ、少ないからなんですよ、うん、数が圧倒的に、うんうん、だからなんかそのだから私ね、そのロースクールのこれ何回も言ってるんですけど、ロースクールの時に別に必修じゃないない科目で選択科目だったんですけど、生命倫理と法っていう授業を取った時に、その先生が言ってたのがめちゃくちゃ印象残ってて、で、その時に性同一性障害のあの性別変更の法律を扱ったんですよ。で、その要件を、2つの授業でやったんだそれ。で、1つの授業、2つ授業があって、で、その要件を、本当憲法適合性をちょっとガチガチ考えるみたいなのがあって、そうするとやっぱおかしいなと思ったんです、当時十何年前の時点で。で、だけどなんでじゃあこの法律は変わらないんだと思うみたいなことを聞かれて先生に分かんなかったんですよ。そしたら圧倒的にこの法律を使う人が少ないから変わらないんだよって。で、うん、この法律君は憲法を勉強していろんなことを勉強しておかしいと思うでしょって。そしたら多数派がちゃんとおかしいことをおかしいねって言って一緒に当事者じゃなくてもあのおかしいねって言ってその人と一緒にあの隣に立って変えていくっていうことを行動しないと変わらないんだよって、こんなおかしいってあなたが思うだけではって言われたんですよ。で、少数派の問題って常にその変わらないって、少数派当事者だけに任せてたら変わらないんだよって。だからあなたがおかしいと思うんだったら一緒に声、多数派 にいるあなたが声を一緒に上げていかなきゃいけないって言われて、うん、あ、そうなん、そこもすごい、すごいいい授業でした、うん、それでその時にじゃあなんでそんなことをしなきゃいけないかっていうと、あの世の中にはもう世の中めちゃめちゃ複雑だから、ある論点ではあなたは多数派かもしれないけど、ある論点ではあなたが少数派になるかもしれない。で、その時にあなたが多数派の時に何もしなければ、あなたが少数派になった時にも何もしてくれないよって。うん、それだから自分の態度として、うん、このおかしい。で、それでその時の基準は、自分がだから当事者かどうかみたいなところに基準を置くと、うん、常に少数派が負けちゃうから、うん、だから、ある自分が当事者かどうかじゃないところに基準を置いて、うん、不合理かどうかとか、うん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 、だからそれこそその平等かどうかとか、うん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 、そういうところで考えて判断して行動していかなきゃいけないんだよって言われたんですよ。ああ、いい話ですね。そうで、それで、あ、本当なんかいい授業でした。そうですね、うん、必修とかじゃなかったんですけど、いや、うん、本当にそうですよね。司法に携わる人は全員が聞いてほしい話ですよね。いや、だから本当にはい、そういうふうに聞いて、うん、だから どんな問題でもやっぱりそのなんていうのかな、
自分が当事者かどうかじゃなくておかしいことかどうか で、うん、で自分にできることがあるからっていう風にすごい教わりましたね、うん、だから本当そうだなと思って、うん、はい、うんうんうん、だからぜひねちょっと興味を持っていただけたらなと思うところであります。はい、先生なんか言い足りないこととかありますか？いや、特に大丈夫ですね。そうですね。いやでもなんか結局その世の中のジェンダーの構造の話が結構大部分になっちゃったけど、なんか それそこな気はします。本当に、うん、私もそう思っています。敵はそこじゃないんですよ。トランスジェンダー女性じゃないんです、うん、だからそうなんですよね、うん、だからもうまさしくその 1% にも満たないと言われている人たちを何か攻撃しても何も多分出てこなくて、うん、なんかそのあるカテゴリーの人をなんかこうあるカテゴリーにいる人は全て加害者だみたいな考え方ってどう考えてもおかしいわけじゃないですか、うんうん、だからその不行き届きなことを思いついたり実行したりする人がいるっていう、その人にはそれ相応の、うん、まあ、罰なりがあるっていうことで、うん、それそのカテゴリー問題にするのはちょっとやっぱり違うのかなっていうふうに思うし、うん、あとそのまあ、処罰だけじゃなくて私だからケアの問題もあると思ってて、うん、まあ、その被害を受けた人が被害を受けて傷ついたままで救われない問題もあると思うんですよね、うんうん、だからすごくなんかそういうところが変わっていったらいいなって思ったりしてます。本当ですね、はい、おっしゃる通りだと思います、うん、なんかケアができる社会であったらいいなっていうふうに思いますね。はい、で最後の質問なんですけど、はい、いきなり話が飛ぶんですけど、はい、テレビに出てる弁護士に期待することって何ですか？あ、はい、うん、すいません、先ほどテレビあまり見ないって言ったんですけど、全然見ない見ない。そうですね、でも私考えてきたんです。はい、ありがとうございます。私は人間に与えられた知性っていうのは、はい、人生で突然起こる衝撃とか、うん、不安を和らげるためにあるものだと思っていて。でもその知性をこう不安を掘り下げるように使う人っていうのも一部いると思うんですけど、うんうん、そうじゃなくてやっぱりテレビに出ている先生たちにはぜひその不安を、うん、衝撃を和らげる方向で使うなんか手本を見せてほしいなと思いました。なるほど、ありがとうございます。噛み締めようと思います、はい、頑張ってください。なんか頑張ります。はい。なんかそんなこんなでいろいろでもめっちゃ良かったと思いますよ先生。これ編集しなくていいと思います。本当に出す前にちょっと編集見てもらいますけど、これだいぶこのままでいいと思います。はい。なんか本当に今日は難しいテーマなのにお付き合いいただいてありがとうございます。私一人で話すにはなんか難しいし。でじゃあ誰と話そうってなった時にもう立石先生しかいないと思って。あ、そうですか。で、はい、でね、この前飲み会の時に出てくださいって言って、すいません本当に飲み会もう日程調整しようとしてました。はい、日程調整いきなりしようと しました。そうなんですよ。いやでも本当にいろいろとまあ弁護士が考えてることみたいな風にも聞いてもらえると思うんですよ。やっぱそれはもう一般の方とはもう違うんだと思うんですけど、うんうん、でもこれもとてもいい本なので多分 Amazon で買えると思うんで、興味ある方は、はい、例えば人事の方とか、そうですね、はい、学生の方とかでも、法律の勉強してる人とかだったら、すごく勉強になると思うんで、はい、ぜひちょっと読んでみてほしいなというふうに思います。はい、はい、ということで今日はまあ、いろんな話をしたんですけど、立石ゆか先生に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。